国部参議国部参議昭和37年5月1日は、日本の検事、朝鮮総督府官僚、近景館志向、宮中古問官、教育者、備中松山藩主の国部種行の子として生まれる。1883年に、司法商法学校に入学し、1885年に卒業した。検事保となり、1887年に、 判事検事登用試験に合格。岡山地方裁判所検事、横浜地方裁判所検事、甲府地方裁判所検事制、高知地方裁判所検事制、大阪公訴院検事、大阪地方裁判所検事制を歴任した。1908年に韓国に渡り、韓国検事総長、東韓府裁判所高等法院検事長に就任した。韓国併合後は、 朝鮮総督府裁判所高等法院検事長、朝鮮総督府司法部長官、朝鮮総督府法務局長を務めた。1920年に退官後は、近警官司法となり、1922年からは、国の宮急務監督を務めた。1925年より、九中古門官となったが、自死で1932年9月27日に、再び近警官司法となった。 その他、二小学赤常人理事、理事長、図紙改正中学校理事長、横浜倉庫株式会社社長、東海生命保険株式会社監査役などを務めた。ありがとうございます。